無所属の吉田であります。童話行政について質問をさせていただきますが、知事には大変失礼ですが、質問順番を変えて、失礼しました、インターネットについて質問をさせていただきます。インターネット上の差別事件の背景と行政の課題について伺います。県内においては、部落探訪として、県内差別部落5箇所を鳥取ループ事件者が訪れ、記事やそして写真が掲載をされています。その内容はというと、革新的な内容で部落を暴く行為を行っており、これは身元調べ等に悪用される危険性があり、断じて許すことはできない事件であるというふうに思っていますし、またそれがさらなる差別を誘発し、煽る行為が今野放しになっている状況であります。私が考えるに、差別部落に発生する差別事件を解決する前提は、やはり正確な事実認定を最初に行い、その事実の中にある差別性や問題点を明らかにしながら、その事件の背景や原因を分析しながら方針を定めていく。そのことなしに部落差別の解決はないというふうに言われています。知事も昨年6月に私が一般質問をした際に、このネットを使った差別事象を悪質性があって問題視していると述べられています。このそれぞれのネット差別のいわゆる背景あるいは原因について、知事はどのようなご所見を持っているのかお伺いをいたしますし、大和教育長にも、このネット上の差別、人権侵害、いわゆる学校教育、社会教育のその責任者として、この事象の裏にある原因や背景について、教育長の所見をお伺いをいたしたいというふうに思います。次に、ハンセン病元患者および家族に対する支援について伺います。令和2年度の当初予算の中に、ハンセン病問題対策事業として、元患者、家族に対する交流及び支援事業が計画をされています。一つには、ハンセン病問題啓発事業、そして、本県出身入所者支援事業、ハンセン病元患者家族への補償法を定める、支援事業についてが、計画をされています。それぞれの事業の目的及び効果について、また、以前より、ハンセン病元患者の支援事業については実施をされていますが、課題が明らかになっていればお示しをいただきたいというふうに思います。さらに、3の家族保障法の支援事業については、昨年11月に法律が誕生して、議員立法だったでしょうか、本県において家族の支援事業を行っているというふうに伺っています。その現状報告についてお伺いをして、壇上からの質問といたします。答弁を求めます。白井知事。
吉田議員から人権問題につきましてお尋ねがございました。まずブラック差別につきますインターネットにおける事象についてでございます。これについては吉田議員も議場の中でも取り上げてくださっており、私どもも市町村等々も協力をしながら今モニタリングなどをしてですね、そうした対策を始めてきているところでございます。これについては今おっしゃるようなブラックタウン法というそういう記事がインターネット上出るようになってきました。私も拝読させていただきましたけれども、どういう問題があるのかということでありますが、その背景として、ブラック差別は解消されなければならないものと法律上も決められているものでもございますが、残念ながら、それがそのサイトでは、実現できていないと。でやはり、心の病のような、状況であろうかなというふうに、思います。これを直していかなければいけない、そういう意識改革が今なおこの国において終わっているわけではない、そのことを背景としてあるのではないかと思います。サイトを掲載する人もあれば、それを見ていく人たちもいると、これが社会の現実なのかもしれませんが、こういう悪循環を断ち切っていかなければいけない、これについては国を挙げてですね、やっていくべきものだろうというふうに思います。実はこのようなこと、かつてはブラック地名相関みたいなことがありまして、その復刻出版みたいな話がございまして、平成28年の2月に運動団体とも話をしながら当時やっておりましたけれども、そういうことがショッピングサイト上に掲載されていると、それで私どもはそれを通報を受けまして調べてみると確かにそうでありですね、それでこれは法務当局の方に、我々も対策を要請しました。でその後すぐにこれそのショッピングサイトではその書籍は削除されることになりましたが、その後も仮処分をやったり訴訟になったりしているわけでありますが、サイトへの掲載とかですね、インターネット上の掲載とかですね、それから出版の差し止めだとか、今まだこれ裁判上動いているところでございますが、ことごとく仮処分としてはこちら側の申し立ての方が、受け入れられていると、こういう状況であります。出るところに出て裁けばそういうことになるということなのかもしれませんが、本来こういうことが起きてはならない、わけでありまして、その根っこが立たれていないことに、正直危惧を覚えるわけであります。実はこれここに始まったものでもなくて、もっと前からですね、インターネットを通じた非常に心ない掲載がなされている、中には県や市町村、特に市町村でそういう童話対策事業をこれまでもやってきましたが、そういう事業箇所をネットに掲載することによって、その地区というものを出していくという、そういう手の込んだこともしたりし始めています。でこれについては私どもも抗議をするわけでございますけども、なんせGoogle みたいなサイト上でされているわけですよね。でそれでGoogle の方に、掲載これ削除しろということを言ってもなかなかこれ応じてくれないと、所詮外国の会社ということもあるのかもしれませんけども、そういうことで拉致が開かないもんですから、これ制度の問題があるということで国の方にも、申し上げていったわけであります。それで今ではそうした事象にある程度法務局の方もですね、相談に乗ってくれるようになってきているところでありますし、ブラック差別解消法も制定をされたり、ということにもなってきていますが、ただ現実の実態はなかなか大きく変わるところまでは至ってないのかなというところでありまして、やっぱり実効性ある措置がですね、これ都道府県の条例等でもどうしようもないところでございまして、やはり国の法律としてこういうようなことは結局表現の自由との関係が出てくるわけですね。で憲法上の問題が絡んでくるわけでありますので、そういうところでやはり法律上何らかの措置をするとか、ある程度そうした
インターネットの ICT の、 あの会社の方に、まあ、あるいは企業政権を持ってですね、まあ、そういう、対策を取れるっていうような何らかの制度が本来必要なんではないかなと思います。でこの点私どももあの毎年のようにですね、国に対して要望しているというのが、まあ、実情で、ございますが、まあ、粘り強く、まあ、社会全体の意識改革、それから、こういう心ない行為に対する、まあ、実効ある措置、こうしたことを、国に求めたり我々でできる範囲のことはやっていかなければならないというふうに考えております。またあのハンセン病につきまして、お尋ねをいただきました。まあ、これにつきましてはあの私どもはあの全国に先駆けて里帰り事業を始める、等ですね、まあ、歴史的にはあの、この問題に取り組んできたところでございます。まあ、現在どういう事業をされてしているかということでありますが、まあ、あの毎年決まってこれ職員の訪問事業ということをいたしたりしています。ただ最近はですね、向こうの方で受けられないという事例も出てきています。まあ、これはあの結局どういうことが起こっているかというと、あのだんだんお年を召してくるわけですね。でそれで、例えばあのこちらの里帰り事業ということもあの毎年ご案内もしていますんですけども、来られる年もあれば、まあ、正直あのなかなかもうお年も召してですね行って健康上の問題があってはいかんなとか、当然あのご夫妻であの今あの余生を過ごされているということがあったりしますので、そういうご家族との関係を考えるとちょっと控えとこうかなとかですね、我々はいろいろとお勧めをしたり、その構成なんかもあのお手伝いをするんですけれども、まあ、残念ながら最近あのこういうことが来られなくなっているという実情もあります。またあの大切なのはこのハンセン病の問題ということを後世に伝えていくことでありまして、このことについてはあの小中学校などのですね、そういうハンセン病問題についての学習の機会、こういうものを作ったり、またあのパネル展示等々、啓発事業を行ったり、こうしたことはあの私どももあのずっと継続して、続けてきている、ところでございます。まあ、今後も、こうしたことをあの風化させることなく、人権の大きな課題として、また当事者がおられますので、その当事者とあの正しく向き合っていくこと、これを怠らずやっていく必要があると思います。まあ、あの私自身もあの平成19年に就任しまして、その直後に、ハンセン病の碑を作ろうというお話がございました。で平成20年のことでありますけれども、そういうあの、募集をされる方々とお会いをして、まあ、全面的に協力しましょうと、まあ、あの県としてもそういうあの募金活動に協力をさせていただく、こと、それから、場所もですね、一等地を用意させていただいて、鳥木文化会館 の、 あの正面のところで、誰しもがあの目にする、ところにそのハンセン病の、反省の碑を立てさせていただくことになりました。まあ、関係者の方もあの当時香形さんも来られたと思います。大変に喜んでおられました。で鳥取県の、まあ、取り組みというものに対してですね、あの、まあまあ、正直に取り組んでますので、そのことは評価していただけたかなと思います。私自身も、愛生園等ですね、平成25年ですかね、あのお伺いをさせていただくこともありますし、まあ、今後とも丁寧に、対策を進めてまいりたいと思います。まあ、それで、お尋ね の、 あのハンセン病のご家族の救済等も含めた新しい法律についてでありますが、その法律の施行される前からですね、私ども相談窓口を、作らさせていただき、現実にも今7件ぐらいご相談が来ています。でそれがあの救済に結びついたかどうかについては、この点は厚生労働省が私どもには開示してくれないことになってまして、その後の結果についてはちょっと我々としても分かりかねるところでございますが、そういう形であの、その救済手続き、あるいは一般的なご相談も含めてですね、窓口で対応させていただいております。答弁を求めます。山本教育長。吉田議員の一般質問にお答えを申し上げます。私の方には教育におきますネット差別事件の
背景の認識と取り組みということでお尋ねがございました。インターネットは名前等を明かさなくてもよい匿名性といったこと、あるいは時間と場所に縛られない容易性、そしてまたたくさんの人に一度に広めることができる拡散性、そしてまた長期にわたって一度出た情報が消えないという持続性、そうした特徴があろうかというふうに思います。先ほど知事は心の病という言葉を使われましたが、そうした中にはこうした特性を悪用してですね、確信犯的に人権侵害を行うという事例も発生しているわけでございますが、一つやはりこう意識の部分というものがこうした背景にはあるのではないかなというふうに思っております。またインターネットを使う子どもたちの意識について考えてみますと、例えば学校であったり家庭であったり、そうした生活の中で生じる不満だとか不安、そうしたことを面と向かっては言いにくいんだけども、インターネットの中では安易に発信をしてしまうといったこともあるわけでございますし、また現実社会では許されないと分かっている差別行為でも、インターネット上ではこのくらいはやっても許されるんじゃないかといったような安易に判断力を判断レベルを下げてしまうといったようなことも考えられるわけでございます。大切なのはまずは子どもたちの人権意識をしっかりと高めていく、ここが基本であろうというふうに思っておりまして、昨年度末に指導用の参考資料を新たに作りまして、学校の指導力を高め、子どもたちの人権意識を高めていく、そうしたところを強化しているところでございます。一方、インターネットの使い方というところでのメディアリテラシーといわれる教育も大事ではないかなというふうに思っております。電子メディアの付き合い方の学習ノートなどを作って、これは親子でですね学んだりというようなことを今進めておるわけでございますが、一つ例を参考までに申し上げますと、鳥取市の仙台南中学校というところがありますが、ここでは情報モラルに関するアンケートを行って、そうした中で子どもたち生徒がですね SNS などのトラブルで学校生活の中で不安を覚えながら過ごしているような、そうしたアンケート結果が実態として現れてきているということを、まずは学校の子どもたち、そしてまた教職員保護者の方が共有するというところから始めて、これは生徒会が主体となって PTA 地域あるいは域内の小学校を巻き込みながら、悪口であったりからかいであったりいじめをなくしていこうというような学校プロジェクトを立ち上げて取り組んでいくといったような例もありまして、こうした取り組みをですねいい例として県下の学校にも広げていきたいというふうに思っております。今後とも、この子どもたち、児童生徒、そしてまた地域の方々を含め人権意識を高めていくような取り組み合わせて、このメディアリテラシーにもしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。以上。7番吉田議員。はい、ありがとうございました。まず最初に同行政から再質問をさせていただきます。知事の認識の通りだと私も思っています。ただ当事者として組織内でいろいろ意見交換や議論をしていく際にですね、やはり今回私が質問した趣旨は、確かにそういうネット上の人権侵害は許されない行為であるとしても、何も手が出せない状況にあって、そのことで被差別部落の仲間の皆さんは今後どうなるか、家族がという不安を持っているわけです。で、行政の果たす役割ということはいかにあるかということを考えてみたいというふうに思ったわけであります。県民が、被差別部落大衆の皆さんがこういう生存権をも否定されるような差別事象にあったときに、行政はどういう役割を果たしてもらえるのか。批判を恐れずに言えば、平井知事の立ち位置はどこにあるのかということがやはり問題になってくるというふうに私は思っています。確かにこの問題は思想信条や出版やそういう自由、憲法で保障された自由に
守られている、そういう側面があるのは感じています。しかしそこで一方でそういう人権侵害が許されるということには私はならないと思っています。であるならば何をしなければならないかということであります。先般も6月期でも少し触れましたが、鳥取県には人権政策確立要求鳥取県実行委員会というものが全市町村で組織されています。年1回総会も開かれています。そこではこの部落差別解消に向けて今自治体で何ができるのか議論しています。一番目には16年に制定されたこの解消法を具現化していくにはどうすべきかという議論も始まっています。そしてその中でもこのネットの問題は直ちに解決はできない。この協議会は実行委員会は新たな運動方針として差別そのものを禁止しよう、いわゆる差別禁止法、そして人権侵害を受けた国民その人たちには人権侵害救済法という法律をもって対抗していこう。今まさにこの2つの法律を制定を目指して活動しているわけであります。翻って本件見れば確かにその実行委員会には後援団体として鳥取県が挙がっていますが、私は知事が先ほど申されたようにこの問題にやはり知事として県民のいわゆる人権侵害を許さないという立ち位置を明確にすべき時が来ているんじゃないかなというふうに思うんです。すなわちその実行委員会の実行団体に入ってやはりそのことを通して県民にやはりこれが啓発です、意識の向上を求める、そういう運動に立ち上がっていただきたいなというふうに思っています。感想をいただければというふうに思います。そして先ほどの質問の中に答弁の中にモニタリングのことが出ました。これも各市町村の担当の人から少し言われたことがあります。それぞれの市町村で独自にモニタリング調査を行うというのは非常に無駄だというか効率的ではないとする意見があります。例えば県の医室でこのモニタリングを輪番制でやっていく、そういうことを考えていただければというふうに思っています。以上2点について、知事には答弁をいただきたいというふうに思います。そして教育長、先ほどの答弁で私もいいと思います。そのネット上のこの人権侵害差別事象の考え方として、その背景には例えば言われるように匿名性だとか、あるいはもちろん先ほど言ったように顔が見えない、匿名性と一緒なんですが、そういうことで安易にやはりね、メディアリテラシーという言葉を使って言われましたけれども、小中高だけじゃないんですね。大人もそういう差別行為人権侵害を行っています。それらについての啓発というのは僕は改めてね、大きな社会教育の課題であるというふうに思います。難しいことかも分かりませんが、この点について例えば、ブラック解放協議会ですかね、協議会等で議論をされて、ちょっと今名前が出ませんが、そういうところでの議論を
少し紹介していただいて、答弁をいただきたいというふうに思います。平井知事。吉田議員から重ねてお尋ねがございました。まず、実行委員会の件があったかと思います。これにつきましてはそちらの方でこの度ブラック担保削除の要求をされているわけでありますが、私どもも後援団体として位置づけられておりますし、当然ながら賛同させていただいているところでありますし、先ほど申しましたようにそれとは別にですね、私どもなりにも独自に要請活動もさせていただいているというふうにご理解をいただければと思います。その実行委員会にメンバーとして入るかどうかというのは、それは決めていただければ全然問題なく入ります。ということです。これですね、実はすいません、多分ご案内かもしれませんが、運動団体との県との関係の歴史がございまして、でそれで我々は要求される側ということがあったようでありまして、私どもはその要請行動の相手方でありますので、実行委員会の中に位置づけられなくて、でその後多分後援団体としてですね、事実上一緒に活動してきたという歴史があるんじゃないかと思います。それはあれは石田市長が多分会長されているんだと思いますが、そういう市町村やあるいは関係団体でそういうふうに実行委員会組織を改めていただけるのであれば、県もぜひですね、共に、この運動に加わっていくというのがあるべき姿だと思いますし、実態は現実そうなっているというふうにまたご理解をいただければいいんじゃないかなというふうに思います。そういう意味で、今後ですね、運動展開について、それ関係者とお話し合いをじゃあ私どもの方からもさせていただきますので、吉田議員の方からもちょっと声かけをしていただけるとありがたいなというふうに思います。でまた、そのインターネットのモニタリングでありますけども、これ多分皆様もいろいろお気づきのこといろいろあると思うんですが、当然ながらサイトにはいろんなこと書かれるわけでありまして、それは、あることないこと、正直ないことがまかり通るのが結構インターネットの世界でありまして、これは削除してもらいたいということであれば、我々もプロバイダーの方に文句言ったりをするわけでありますが、そこでいつもせめぎ合いになってしまうんですね。ですからこういうことがあるわけでありまして、非常に歯がゆさを覚えていて、多分何もできないのかというと、私は何かできるんじゃないかなという気がしています。それは議員もおっしゃいましたけれど、表現の自由というのがあり、憲法21条の中で、表現の自由は認められているところであり、これは多分民主主義の要として大切なものだと思います。ただそれは無制限ではなくて、公共の福祉のに反する場合はそれは、行使が認められないことがあるわけです。例えば名誉毀損の罪というものがあります。でこれも表現の自由に対する限界の一つとして法的にも設置をされている条項でありまして、そういうような、形で刑罰に触れることもあるわけですね、表現の自由の行使とはいえ、それから、その表現の範囲内ということでも、そのノリを超えるものがあればですね、それは当然ながら民事上損害賠償の対象になったり、で我々今やってますけども、差し止め請求であるとか、あるいは削除請求であるとか、そういうものをいわば人格権に基づいて私たちは行使し得る、これも確立した最高裁の判例の中で認められていることです。ただこれをやろうと思いますと、今現にやってますが、地方裁判所から順番にですね、訴訟を起こして長いことかかってやっとこう削除される、で削除されたと思ったら今度また別のことを書かれる、でこんなことのいたちごっこになっているわけですね。だからもっと手早くプロバイダーの方でやっぱり問題があるものは削除してもらうようにしなきゃいけないわけでありますし、現にプロバイダーは自分の権限ではそれをやってるんです。ところが、そこに上手に公益が噛んでないんですね。で、日本という民主主義社会で表現の自由が厚く認められていることで、やむを得ない面も中にはあるのかもしれませんが、ただこの問題に限っては単なる名誉毀損であったり言えのない差別でありまして、やはり、プロバイダーも、そこは
当然ながら配慮した運用をしなければいけないと思うんです。でそれをなおしないというのであれば、まあ、これはやっぱり法的にも規制ということで、国としても何かやるべきだと思いますし、その意味で議員がおっしゃったように人権救済の法手続きだとか、そうした、こういう事象への対処方法について、国としての措置を我々は求めるべきだと思います。まあ、ぜひ、そういう方向でですね、これからも運動展開をしてまいりたいと思います。で併せてネット上のサーベランス、モニタリングでございます。まあ、これについては実は童話対策についての協議組織の中でも議論をして、実は手順を踏んでやってきたところでありまして、昨年度はそのモニタリングのやり方について市町村と共有をし、でそれで市町村でもそれを始めて、今年度ですね、まあ、それで、まあ、そのネットワークを作って共同でやりましょうということになりました。でただそうではあるんですが、ただ議員がおっしゃるようにいろいろまだ試行錯誤の段階だと思うんですね。また新年度以降どうするか、ということもあると思います。で今年度終わってみて現状どうかというと、今現実にやっておられるのは鳥取市さん、ぐらいで、あとの市町村はまだようやらんという状況です。でただ鳥取市さんがされている、そのモニタリングの中で、あるサイトがですね、やはり繰り返し差別的表現を行っているということが分かってきています。でこういうような情報というのをまあ、共有すればいいのかもしれませんよね。でもともとネットワークはそういうつもりで作ってありますので、まあ、そういう能力を持ったところ、あるいは気がついたところでそういうものを情報をお互いに共有して、まあ、共同して、こういうものに対して立ち向かっていこうということになればいいのかなと思います。ですから今後の運用について、これ運動団体も入る協議会の中で議論をさせていただいて進めておりますので、まあ、ぜひですね、今のご提案の趣旨も含めて実行ある、そういう運用を今後も、関係者と話し合ってみたいと思います。山本教育長。吉田議員から重ねてネット差別につきましてお尋ねがございました。啓発という意味ではですね、今、地域懇談会というのが各市町村で展開されております。まあ、そうした場あるいは、啓発の資料ということで今、関心の薄い層をターゲットとしたような少し分かりやすいイラストだとか漫画だとか、まあ、そうしたものも使いながら啓発資料を作って、これをシリーズで、展開をするというようなことをやっております。お話ありましたネットの特性なども含めてですね、こうした資料の中に改めてこう盛り込んでいったり、地域の懇談会の中でテーマとして設けて議論したりというようなこと、これからこれは県の童話対策協議会の中でも議論しながらですね、取り組みを進めてまいりたいと考えておるところでございます。以上でございます。7番吉田議員。はい、ありがとうございました。知事ありがとうございました。モニタリングのことなんですが、今時期的に鳥取しかできてないということであればちょうどいいのかなというふうに逆に思ってます。私が市町での方に聞いた中ではですね、このモニタリングを行う際にそのセキュリティの問題で専用のパソコン、セキュリティの問題で専用のパソコンだとかそういうものが必要で、なかなか人材も育ってないということもあったのかも分かりません。やれてない現実がある。でその方たちの言うのは、出向いてでも県庁の中でそういう執務室でそういうモニタリングができないものかというようなご意見をいただいたわけであります。それぞれの市町村で、専用パソコンあるいは人、それは19市町村でするというのは少し無駄とは言いませんけれども、経費的にどうかなというふうに思ったものでご提案をさせていただいたわけであります。知事からは石田市長が会長としてのこの実行委員会に
参加するあるいはそういう要請があればということでご答弁いただきまして誠にありがたいなというふうに思っています。やはりそのことを通して、まあ、昨年5月だったでしょうか、知事が、法務省に出向いてこれらの問題について要請行動を行っています。まあ、知事に同行しろということではありません。やはり県もその中に入っているということが大きな意味になるというふうに考えていますので、前向きに要請があればご検討いただければというふうに思います。それではもう一点は最後に、いやこの問題の最後にということです。条例の制定についてであります。やはり、この先ほど人権政策確立要求鳥取県実行委員会の中にでも、やはり法律を具体化するためにはやはり条例を求める声があります。県条例をで県条例を定めていただいて、その後に市町村条例ということになるんでしょうか。そういう流れがいい案に伺っています。で前回6月の質問の時に、まあ、他県の、この法律を受けて、県条例を定めたことについて紹介しながら、鳥取県でもというふうに質問いたしました。でその時に、知事は、まあ、その方法もあるかも分かりないが、今既存にある条例の一部改正含めて議論をしていきたいというふうにご答弁をいただいた経過がありますが、それらについて例えば先ほど協議会等で、党にも伺ってみたい嫌な答弁でしたけれども、その点について進捗があればご答弁いただければというふうに思います。平井知事。吉田県議から重ねてのお尋ねがございました。モニタリングにつきましては、みんながやりやすい方法で、しかも、実効性のある方法を、まあ、市町村と共同作業ですので、探していくということで、今後関係者とよく話し合いしたいと思いますし、また実行委員会組織につきましても謙虚に私どもとしても活動のお支え役をさせていただきたいと思っております。そして条例についてでございますけれども、まあ、これにつきましては今関係の調査をさせていただき、まあ、立法官さんを通じてですね、実情の調査を今年1年間させていただきまして、そこでいろいろと有益といいますか、なるほどなというような情報もいろいろとこう入ってきているということであります。まあ、ただそれをもとにですね、また新年度には予算の方も提案させていただいてますが、当事者団体が中心となってそうした調査をさらに進めようというのを今計画をいたしておりまして、まあ、こうしたいろんな実情の調査であるとかですね、また私どもで今進めています教育のことであるとか、それからこうしたインターネットへの対処だとか、こういうことをいろいろと進めながらですね、条例の在り方あるいは考え方についても、まあ、議論を深めていくというふうに考えているところであります。まあ、現状は今それぞれの県でもそれぞれ考えが進みつつあるところでございまして、まあ、国の方の ブラック解放ブラック差別解消推進法がですね、でき、その後また新しい動きも例えば福岡とかあるいは和歌山が今やってますが、ちょっと出てきているのは事実でありました。その辺は今フォローアップをして、我々も分析をしているところでございます。まあ、この課題につきましてはやはり議会のコンセンサスを得ないと条例というのはできませんので、各界の考え方などもありましょうから、まあ、過去いろいろ人権救済条例で大変な騒ぎになったことも我々は経験しておりますので、まあ皆様の総意のもとにですね、まあ我々としてもそうした検討は今後も進めさせていただきたいと思っております。
まあ、実は過去のいろんないきさつを若干申し上げればですね、平成8年に議員もご案内のように人権尊重社会づくり推進条例ができました。でこれは全国の、まあ、いわばモデルにもなるような先進的なものでございました。まあ、この制定の時に、基本方針というのを実は定めるわけであります。でそれが条例の5条に、列挙してあるわけでありますが、その条例の5条で基本方針に定めるべき内容として、何を書くかという議論がありましたときに、当時は当事者団体の皆様のほか強い要求があってですね、それで童話対策というのをその基本方針の中に入れなければ個別の別の条例を要求するというお話だったわけです。それで童話対策というのは実はその中に入れられたんですね。で本件は他県は同じような条例を作っていても童話対策というのを入れてない条例が後々できたりしていますが、まあ、本件の場合は童話対策はこの要、出発点であるということで、それを基本に一つにそして列挙をした中に組み込みながらですね、それで当時、人権尊重の社会づくり推進条例というのを作りました。その後人権救済条例がいろいろとあって執行停止になるとかいう中で、その相談のネットワークで解消していくというのもこの条例の中で枠組みの中で作られたりしておりまして、まあ、いわばこれがその童話対策も含めたですね基本条例のような形に、なってきたといういきさつがあります。まあ、その辺が他県とちょっと違うところで、ございます。ただいずれにいたしましても、まあ、時々、年々再々ですね、こうした取り巻く状況も変わってきますし、その時々に応じたですね対策というのは今もって必要だということは明らかになってきていると考えておりまして、まあ、今後もよく関係者と議論させていただきたいと思います。7番吉田議員。はい、議長ありがとうございました。まあ、条例については私も経過は、多少は、承知しているつもりです。まあ、その中にあって、まあ、平成17年にその人権条例ができたときに内外の批判を受けながら受ける形で執行停止というふうな条例が提案されて、まあ、現在に至っている。私その中にあっても平井知事が求めたかどうか分かりませんが、その検討委員会の中で少なくとも党中制の中に、人権問題の相談窓口を、開設したということは大きな成果だろうというふうに思っています。で、まあ、その条例のことに少し触れますけれども、やっぱり16年12月に制定されたその推進法を具体化するためにはやはり、例えば平成8年、あるいは17年当時の社会情勢じゃなくなってきてるわけです。ネットも含めていろいろ部落の実態も要求も変わって、来ています。でその時代に応じた即応した条例を作っていくことが私は肝心なのかな。法学者ではもう法律を作った段階でもその法律は古くなっているっていうふうなことを言われる方もおられるわけでありまして、やはり改正をしながらもやっぱりその時の情勢に応じたものを求めていくのが私は寛容であろうというふうに思っていますので、どうぞよろしくお願いします。それではハンセン病について質問をさせていただきます。まあ、今回の令和2年度のこのハンセン病問題、元患者あるいは家族の支援事業についてですが、担当する私の常任委員会でありましたので、まあ、常任委員会でも少し質問をさせていただきましたけれども、やはり本会議で発言することが、まあ、県民に広く周知あるいは啓発という概念もあるのかなと思って、あえてここで質問をさせていただきます。まあ、里帰り事業あるいは訪問事業、もう予算を見ればですね、まあ、総額が140万余で、それには啓発事業として80万とか、あるいは本県出身
出身入所者支援事業が訪問事業、里帰り事業、伝統芸能派遣事業、合わせて52万円になっています。で、私が問題意識を持ったのは、これは、片山知事の時だったでしょうか、そこから始まったかどうか定かではありませんが、ちょっと歴史がありますよね。で、どういう事業を重ねてきて今があるのか。知事の答弁ではやはり近年は里帰り事業を職員が行ってお尋ねしてもなかなか健康上の問題だとかという理由で里帰りも実現してない現実がある、あるいは訪問事業にしてもいや、まあ、結構ですというような答えが返ってくるというふうになっています。私はそこらあたりに何かこの事業を進めていく上で、他の内容を持った事業も考えていくべきかなというふうに思っています。で、近年の実績を示していただければというふうに思います。平井知事。吉田議員から重ねてハンセン病問題につきましてお尋ねがございました。近年の実績と詳細は健康医療局長植木の方からお話を申し上げたいと思いますが、これにつきましては、昭和30年代、からですね、そういう訪問事業、それから、また里帰り事業というようなことを、始めておりまして、本県はかなり古い、県としてパイオニアでございました。ただ議員もおっしゃったようにいろいろと、先方の事情もあってですね、完全にこう実施できていない事業も出てきているということであります。ただこの事業の多分基本というのはおそらく県も、国の政策とはいえですね、ハンセン病について、隔離して、いくと、そしてそれが、結果として大きな人権上の差別意識を呼んでしまったり、大変な悲しみを当事者の皆さんに与えてしまったこと、いわば加害者的立場に立ったと思います。そのことについての反省であり、またそこで失われた時間だとか失われた喜びを取り戻す、それに鳥取県としては主体的に関わっていきたいと、こういう理念があったと思います。それを営営として我々もやってきておりますので、今後も基本的な考え方はやはり当事者の皆様のご意思に沿いながらですね、寄り添って事業というのを考えていくことではないかというふうに思います。なかなか例えば執行が難しくなっている事業も中には出てきておりますので、別の形があるのかどうか、また当事者の皆さんともですね、ご相談をしながら、本当の意味で心でつながっていく、そういうふるさととしての役割を果たしていければと思います。植木健康医療局長。それでは私の方からハンセン病の元患者及びその家族の方に対する支援につきまして、本県の出身入所者支援事業の詳細について補足の答弁をさせていただきます。まずこの事業ですけれども、3本の柱がありまして、本県出身者の方、療養所の訪問をさせていただく事業と、それから里帰りの支援をさせていただく事業、また伝統芸能の派遣事業、3本ございます。伝統芸能の派遣事業につきましては、平成16年、一番新しく始めた事業でございますけれども、こちらにつきましては、県内の小学校、小学生や高校生が療養所を訪問しまして、子どもの歌舞伎でありますとか、笠踊りなど、伝統芸能を披露してまいりましたけれども、平成20年度以降の実施以降はですね、実績はございません。その理由としましては、小学生や高校生が活動していただきやすい土曜日、日曜日につきまして、療養所の方での受け入れが困難であるというようなことがまず事情としてございますし、またご高齢になられてですね、一度に会して、芸能を見ていただくということが困難になってきたというような理由があって、現在は実現していないという状況にあります。
また療養所の訪問等の事業、これは鳥取県の県職員が療養所の方に訪問いたしまして、健康状態でありますとか里帰りのご希望などを丁寧に聞き取りをしている事業でございます。こちらについては毎年度職員が年度の早い時期に訪問いたしまして、ご本人の健康状態にもよりまして、ご本人にお会いできないパターンもありまして、そういった方につきましては職員の方から丁寧に聞き取りをさせていただいておりますし、もちろんご本人にお会いできる場合はご本人にお会いしまして、しっかりとご要望をお聞きしております。私も行きましたときには本当に3時間程度しっかりとお話を伺いまして、ご自身が入所をなさってからの本当に人生ずっと経緯をですねお話をされましたし、鳥取県に対する思いなどについてもしっかりとお話をお聞きしました。そういった中でできる限りニーズにお答えしたいということで、例えばふるさとを思い出していただく、思いを馳せていただくために、例えば鳥取県にはなかなか帰れないんだけれども鳥取県の風景を見るのが好きだと、写真を見るのが好きだとおっしゃる方には鳥取県のカレンダーをお送りするでありますとか、あるいは二十世紀梨がやはりお好きでですね食べたいとおっしゃる方、ただし歯がだんだん悪くなってきて梨自体が食べれないと言われる方については加工したものをお送りするとか、いろいろその方のニーズに沿ったご支援ということをさせていただくということに取り組んでいるところであります。里帰りにつきましては、平成27年から実現できておりません。背景には先ほど知事のお答えにもありましたように、やはりご本人様の健康状態が一番でございまして、なかなか長旅がちょっと自信がない、あるいはご本人はご希望されてますけれども、やはりご夫妻でどうしても鳥取にはお見えになりたいんだけども、奥様の方の、健康状態の方が思わしくなくてというようなことで実現しておりません。ただやはりふるさとへの思いをお持ちでありますので、できるだけの思いを受け止めて実現ができるように、あるいは現在の事業で対応できていない、もっと新たな事業がありましたらしっかりとご要望を受け止めて実現に向けて対応してまいりたいと思います。以上でございます。7番吉田議員。はい、ありがとうございました。本件がこのハンセン病元患者家族の支援事業をするにあたって、やっぱり議事を通じて県民の皆さんにもしっかりご認識をいただくために、あえて申し上げますけれども、やはり本件が国の政策に乗る形での村井県運動をある意味優等生として実施をしてきた経過があります。県内に204名のハンセン病患者を村井県ということで長島愛生園に県民から寄付を募って、当時の知事が6万円だったでしょうか、当時のお金、昭和5年、作っています。この5年はちょっと正確じゃないかも分かりません。で、そういう中で村井県運動で例えば人目を忍んで生活している人を市民が発見したら直ちに警察に通報し、保健所あるいは県の職員をと一緒に長島愛生園に送致をしたというような歴史もあります。歴史もあります。そういう事実があって、先ほど知事が述べられたようにこのハンセン病元患者あるいは家族の支援については今全国に先駆けた取り組みを解消され今実施をしています。やはりそのバックボーンたるその背景というものをやっぱり認識しなければなりません。で、長島愛生園では約160人の方が今生活をされています。平均年齢が86歳を超えています。平均残園年数これが62年以上に平均です。中には
11歳で、あるいは20代で、そこにある意味収監されて現在に至っている、やっぱりそういう人たちに思いを寄せるためには、やっぱりこの事業をずっとこれからも最後になるまで続けてほしいというふうに思うし、事業の内容もしっかり寄り添って入園者の意見を聞きながら新たな展開を、例えば里帰り事業が実現できなかったらですね、長島愛生園の半分以上は遺骨がそのままになっています。遺骨すら帰れない状況がある。もうこの人たちには時間がない、そう時間がない。その間に今知事が言われた入園者に対して気持ちを和らいでいただける、あるいは望郷の念をもっともっと持っていただく努力を県が率先してしていくというのは、私は大事なことだというふうに思います。予算のことばっかり言ったらいけませんけどね、たかが140万ですよ。この支援事業で言ったら50万入園者患者から職員が信頼され、県民が信頼され、帰ってみようか、そういう思いにつながる支援事業であってほしいというふうに思っています。この予算で足りないようなことになれば、まあ先決であるとか、流用、それは木内の中ですけどね、流用と本当に入園者の方に沿った事業展開を求めて、最後に感想をいただいて質問を終わります。平井知事。吉田議員から重ねてのお言葉がございました。これにつきまして、議員の方から今非常に胸に突き刺さるようなご質問ご意見をいただいたところでございまして、そのお気持ちをですね、大切にさせていただきながら、また新年度早々職員が向こうに参りますので、本当の意味で皆様が必要としている事業、それから私どものお手伝いできること、これよくまた話し合いをさせていただきまして、予算の執行につきましては柔軟に対応させていただきたいというふうに思います。トルテギ文化会館の前にこう火が立ててありますが、もう帰りないざというような、そういう望郷の思いというものが、そこに、残されて、天を向いて、立っているわけであります。加賀田さんが当時お見えになって本当ににこやかにされましてですね、やっぱり鳥取というのが、この、皆さんの、非常に残念な過去歴史、非常に厳しい思いがあったにもかかわらず、今も大切なふるさととして思いを続けておられていることに感銘を覚えたことを思い出しました。ぜひともそうした皆様の人生、これから最後にしっかりとした花を開いてというタイミングだろうと思いますが、私どももそれにふさわしい人生が送れるように、私どもも全力を尽くしてまいりたいと思います。暫時休憩いたします。
ー。